サッカーブラジル代表ブラジルのサッカー、現地の言葉で、フチボーは、ブラジルサッカー連盟によって統括されている。男女の別なく盛んに行われているブラジルで、最も人気の高いスポーツであり、国民的なアイデンティティである。また、フットサルや、ビーチサッカーも盛んである。男子ブラジル代表チームは、FIFA フフワールドカップで1958年、1962年、 1970年、1994年、2002年と世界最多の慶應会優勝している。ブラジルはドイツと共に予選に参加したすべてのワールドカップで本戦に出場している数少ないチームの一つである。またブラジルはこれまでに開催されたワールドカップ全大会に参加した唯一のチームでもある。1970年に ブラジルが3回目のワールドカップを獲得した後、ジュールリメトロフィーの永久保持を許された。ブラジルはまた、リオデジャネイロで開催された2016年夏季オリンピックで金メダルを獲得している。サッカー史上最も成功した選手の一人である、ペレはワールドカップに4度出場し3度の優勝に導いた。ガリンシャ、カフー、ロベルトカルロス、ロマーリオ、リバルド、ロナウド、 ロナウジーニョ、カカ、ネイマールラ男子選手、女子代表のマルタなど、代表チームの主力選手はスーパースターとみなされ、国際的にも名声を得て、高額なスポーツ契約を結んだり、広告党としても活躍している。ブラジルにサッカーが伝えられたのは、南米ではアルゼンチンウルグアイの次だった。ポルトガル領であったが1822年に独立。 ブラジルにサッカーをもたらしたのは、英国人ブラジル人のチャールズ・ウィリアム・ミラーである。ミラーは、スコットランド系英国人の息子として、サンパウロで生まれ、イングランド南部のササンプトンに留学した。ササンプトンでは、とりわけ夢中になったのはサッカーだった。ミラー1894年に、ブラジルに帰国した際、サッカーのルールブックとボール、シューズユニフォームなど用具一式を持ち帰った。 そして、サンパウロアスレチッククラブを創設、サッカーの普及に努めた。ブラジルサッカーに大きな二つの変化を契機として、飛躍的なレベルアップを遂げる。最初の変化は、白人と黒人の根血の選手や、黒人選手がプレーするようになったことである。黒人との根血の選手で初めて、サッカークラブでプレーしたのは、アルトゥール・フリーデンライヒである。彼は、 ブラジル代表のメンバーにも選ばれた。黒人選手で最初にスター選手となったのがレオニダス・ダシルバである。アクロバティックなプレーが得意で当時のブラジルの最高の人気選手となった。さらに大きな変化はサッカーの収入だけで生活するフルタイムのプロ選手が登場し、プロリーグが始まったことである。ブラジル各地でサッカークラブが設立され、それぞれの州で リーグ戦が行われるようになった。1920年には、ブラジル全土のうち15州で、リーグ戦が行われていた。1958FIFA、ワールドカップスウェーデン大会初優勝。世界最高の左サイドバックと言われたニュートン、サントス、中盤に、フォーリャ石カの時事、前線に、当時まだ17歳でその後、サッカーの王様となる、ペレ、世界最高のドリブラーのガリンシャ、 左 MF のザガローダの名手が揃っていた。1962フィーファワールドカップチリ大会、優勝連覇達成ペレとガリンシャが、さらに成長しており、ジジ、ザガロ、ジャウマ、サントス、ニュートン・サントスら全大会の主力メンバーもそっくり、残っていた。ペレの代役として出場したアマリウドも活躍。1965年サントス FC が5連覇。 1970フィファワールドカップイタリア大会優勝。シュメールリメハイを永久保持。29歳となって世界最高の選手に成長していたペレ、右サイドを疾風のように駆け抜ける右ウィングのジャイルジーニョ、左足の芸術家リベリーのテクニックのトスタン、左足の強烈なシュートの持ち主ジェルソンなどのスターを揃えていた。1971年トスタンが 南米連環最優秀選手賞を受賞。を受1973年ペレが南米年間最優秀選手賞を受賞。1975年ペレがニューヨークコスモスに移籍。1977年ジーコが南米年間最優秀選手賞を受賞。1981年、1982年ジーコが南米年間最優秀選手賞を受賞。 1983年ソクラテスが南米年間最優秀選手賞を受賞。ジーコがイタリアウディネーゼに移籍。1989年ベベットが南米年間最優秀選手賞を受賞。1992年ベベットがスペインのデポルティーボラ・コルーニャに移籍。1994フィーファワールドカップアメリカ大会優勝。守備的サッカーで4度目の優勝。ロマリオと ベーベートとという優れたストライカーを持ちん、マルシオ・サトスとアウダイールの DF は協力。ロナウドがオランダ PSV に移籍。1994年カフーが南米年間最優秀選手賞を受賞。カフーがスペインサラゴザに移籍。2000年ロマーリオが南米年間最優秀選手賞を受賞。フィファクラブ世界選手権でコリン・チャンスが優勝。 バスコダガマが準優勝。2001年ドナウジーニョがパリ・サンジェルマンに移籍。2002フィファワールドカップ日韓大会優勝。ロナウド、リバウド、ロナウジーニョら攻撃陣が機能する。2005年フィファクラブ世界選手権でサンパウロが優勝。2006年フィファクラブワールドカップでインテルナショナルが優勝。2008年サンパウロ FC3 連覇。 2009年ロナウドがブラジルコリンチャンスに移籍。2011年ネイマールが南米年間最優秀選手賞を受賞。ロナウジーニョがブラジルフラメンゴに移籍。2012年にネイマールが南米年間最優秀選手賞を受賞。クラブワールドカップでコリンチャンスが優勝。2013年ロナウジーニョが南米年間最優秀選手賞を受賞。ネイマールが FC バルセロナに移籍。2014年 FIFA ワールドカップ。ブラジルで開催された第20回目の FIFA ワールドカップ。4位。ネイマールが中心のチームとなるも、腰痛を負傷した。2016年リオデジャネイロオリンピック開催。開催国で金メダル。オーバーエイジ枠でネイマールが参戦。サッカーはブラジルで最も人気のあるスポーツである。 サッカーはすぐにブラジル人の情熱になった。ブラジル人はしばしばオペースデュフチーボと呼ばれる世界中で1万人以上のブラジル人がプロとしてプレーしている。サッカーはブラジルの文化に大きな影響を与える。それは路上でサッカーをする若者や屋内のフテボルでサラン畑のお気に入りの娯楽である。ワールドカップではブラジル人が集まり、 人々は代表チームのプレーを見るために仕事をスキップしたり、雇用主が従業員が見られる場所を設定したりしている。総選挙は通常、ワールドカップと同じ年に開催され、批評家は、政党がサッカーによって生み出されたナショナリズムの急上昇を利用して政治に持ち込もうとすることを主張する。元ブラジルのサッカー選手はしばしば立法者に選出される。これまで、 統計的に最も成功したサッカー選手ペレは、ブラジルをそれらの選手権のうちの2つに導き、3回、優勝した。ガリニシャ、カフ、ロベルト・カルロス、ロマリオ、リバウド、ロナウドを含め、代表チームのすべての主要選手は、サッカー界で著名である。ロナウド、ロナウジーニョ、カカ、ネイマールは、男性のゲームで、マルタは、女性のゲームである。 これらのプレイヤーの一部はスーパースターとみなされ、国際的に有名人の地位を獲得し、何百万という価値のあるスポーツ契約、広告及び承認契約に署名する。ブラジルのサッカーのユニークな側面の一つは、ブラジル国家選手権の重要性である。ブラジルでのゲームの初期の開発の大部分では、国の規模と高速輸送の欠如により、全国大会が実行不可能になったため、 大会は、週のトーナメントやトルネオリオサンパウロのような、週間大会を中心にした。しかし、最近では、大陸大会や全国大会が1990年代、初頭から関連性を増してきたため、このような選手権の重要性が切り下げられる傾向が高まっている。国民的スポーツであるがゆえに、サッカーの試合では、熱狂的な観客が多く集まる。そのため、 トラブルも多い。大きなサッカーの試合では観客が銃を隠し持っていないかどうかの手荷物検査がある。国際的な大会がブラジル国内で開かれるときは特に問題となり、国際サッカー連盟も不安視することがある。騒動が殺人に発展することもあり、2013年7月には選手から抗議を受けた審判がその選手を持っていたナイフで刺し殺し、 それに起こったサポーターが審判を縛り上げて殺害するという事件が発生している。ブラジルのサッカーは非常に特徴的かつ攻撃サッカーを基本スタイルとしている。例えばドリブルはブラジルサッカーの重要な部分である。特に2010年の FIFA フフワールドカップ南アフリカ大会では多くの人々やメディアが監督だったドゥンガの采配を批判した。彼はフレジ ロビーニョ、シシーニョなどの若手選手を積極的に起用した。その一方で、ベテランのカフー、エメルソン、ゼロベルト、ロナウドなどは招集しなかった。ルンガは流れるようなパスワークといった芸術性よりもプラグマティストで基本的かつ規律を遵守した組織的な守備重視の戦術を採用していた。2010フィフワールドカップにおけるブラジル代表は優勝候補に挙げながらも、 決勝トーナメントで準々決勝を敗退した後、ドゥンガは解雇され、マノ・メネーゼスが新監督になった。以後、ネイマール、ルーカス・モーラ、パウロ・エンリケ・ガンソ、オスカルなどの若い才能を見出し、ブラジルは創造的なスタイルに戻るように努めている。なお、ドゥンガは2014年の FIFA フフワールドカップブラジル大会、終了後に監督に復帰するも、2018FIFA フフワールドカップ。 南米予選では注意に苦しみ、さらに2016年のコパアメリカセンテナリオではグループリーグ敗退に終わり、2016年6月14日に解任された。2016年からはチッチが監督を務める。近年のヨーロッパリーグへの大規模な選手の遺跡は、特にブラジルのサッカーのスタイルで、これがもたらす結果について国内で多くの議論の的になっている。映画 ジンガの冒頭、ブラジル人歴史家、ルイカストロの言葉がスクリーンに映し出される。ブラジルサッカーが世界最強であるのはジンガのおかげだ。特殊な動きで相手を抜いてドリブルシュートを決める。ルイカストロ、映画、ジンガブラジル人選手にはジンガが備わっていると言われている。ドリブルをする際、アルゼンチンの選手はボールに細かくタッチしながらボールの方向を変えて、 相手をかわすことが多い。これに対し、ブラジルの選手は状態を左右に揺すったりボールをまたいだりして、相手を幻滅し、相手の体のバランスを崩してから一気にボールを運んで抜き去るのが普通である。このフェイントをかけた時の状態の動きを、ブラジルでは、ジンガと呼ぶ。また、才能を持っているのを表す表現で、ジンガを持っているという言葉がある。ブラジルには、 黒人奴隷が始めた格闘技とダンスをミックスしたようなスポーツでカポエーラというものがある。ジンガはこのカポエーラの動きに非常によく似ている。サンバはアフリカの音楽の影響を強く受けているが、ジンガはサンバを踊る状態の動きとも似ている。つまり、ジンガは元を正せば黒人と特有のリズミカルな動きなのだ。しかし、ブラジルでは黒人選手の影響から、 白人選手のこのジンガの動きを取り入れるようになり、現在では人種に関わらず、ブラジル選手に共通する動きとなっている。ジンガは、ブラジル人に夢を与える。映画、ジンガ日本でプレーしたブラジル人選手が、日本選手にはマリーシアが足りないと言ったことから、マリーシアというポルトガル語が、日本でも有名になった。マリーシア簡単に言うと、ずるがさのことだが、サッカーで、 マリーシアといった場合、悪い意味は、ほとんどなくて、むしろ、よく気がつくこと、インテリジェンスといった意味に近い。ブラジルはこれまで、ペレ、ガリンシャ、ジーコ、ロマリオ、ロナウド、リバウド、ロナウジーニョ、ネイマールといった世界的な名選手を輩出してきた。タレントの宝庫と呼ばれ、クメどもクメども尽きることのない才能の泉として、世界中から憧れを向けられてきた。 ブラジル人は生まれながらにしてサッカーの才能がある。だからブラジルでは空き地や路上から自然にスーパースターが生まれてくるという人もいる。ブラジル人が空き地や路上やビーチでボールを蹴ってテクニックを身につけるというの間違いではない。しかしブラジルにはブラジルなりにサッカー選手を育てる環境があり選手の育成システムがある。 ブラジルにはどんな田舎に行っても、カトリック教会とサッカーグラウンドだけはある。すべてのサッカースクールとサッカークラブを合わせると、数万はあると言われており、ブラジルサッカー協会の選手人口は11人制のサッカー以上でプロリーグもある。ビーチで行う、フッチボールでプライやフッチボレー、7人制で行う、ソサイティなどいろいろな種類のサッカーが、プレイヤーの体力や、 技術や使えるスペースに応じて行われている。こうして広いブラジルの筒裏裏で子供から大人までサッカーを楽しんでいる。だから子供たちはボールを蹴ったり止めたりといった基本テクニックは小さい頃に覚えてしまう。一方、プロを目指す者は6、7歳くらいからサッカースクールやサッカークラブに入って本格的な指導を受ける。サッカースクールは安い月謝で 誰でも入団できる。下は4、5歳から上は17歳くらいまで、年齢別、レベル別にチームが編成されて、プロコーチの指導を受ける。サッカースクールで練習して、上手くなってから、サッカークラブの入団テストを受ける者も,も多い。サッカークラブには、結社を取って教えるエスコリーニャと、結社を取らず逆に1歳の用具を支給して、クラブ丸が替えで選手を養成していく。 チームがある一般のサッカースクールと同様、エスコリーニャには月謝さえ払えば誰でも入団できる。しかし、チームに入るには入団テストがある。入団テストには数百人の子供たちを集めて選抜する集団テスト方式と目星子供が現れるとテストする個別テスト方式がある。最近のビッグクラブはブラジル全土にお料色と呼ばれるスカウトを配置しており、 おりょいろが地域の目星子供をクラブに推薦して、クラブがその度に入団テストを行うことが多くなっているという。チームは年齢別のカテゴリーに分かれる。デンデデレーチ、インファルチル、ジュベニール、ジュニオールである。ビッグクラブでは、それぞれのカテゴリーにだいたい30人から50人くらいの選手がいる。プロのコーチ、フィジカルトレーナー、GK コーチなどが指導する。 土曜日と日曜日にはカテゴリー別の公式戦があり、そこで選手たちは実戦経験を積む。上のカテゴリーに上がるたびに選別は厳しくなる。インファルチルからジュベニールに上がれる子は半分より少し多いくらいとなり、代わりに入団テストを受けて入ってきた子供が補充される。ジュベニールからジュニオールに上がれるのはせいぜい半分程度で、残りは入団テストによって補充される。 ジュニオールの選手で、クラブとプロ契約を結んで、アスピランチ呼ばれる二軍はあるいはトップチームに入れるのは、数人に一人だけである。ブラジルでは20歳までにプロ契約を結べなければ、クラブを退団することになる。どこのクラブともプロ契約を結んでもらえない場合は、サッカー選手を諦めて、他の職業を探すしかない。ブラジルのナショナルチームは、世界サッカーをリードする、名門国で、 FIFA ワールドカップは1930年の第1回サッカーのウルグアイ大会から2014年のブラジル大会まで全大会に出場し、5回の世界チャンピオンに君臨している。オリンピックについては、プロ選手の出場が長らく禁止されていたため良い成績を上げておらず、プロ選手の出場が解禁された1984年のロサンゼルス五輪以降も、金メダルには届いていなかった。 南米の出場枠が2と南米地域の実力に比して少ないこともあり、1992年のバルセロナ大会に次いで2004年アテネ大会も出場を逃している。また1996年のアトランタ大会では日本代表に伊藤テルエツのゴールによる大金星を健常してしまった。しかし2016年のリオ大会でついに初の金メダルを獲得した。 女子代表も世界上位の実力を持っており、2017年現在、FIFA 女子、ワールドカップで1回、オリンピックで2回準優勝の座を得ている。ただしいずれも優勝は経験していない。FIFA 女子ランキングは2008年9月に3位に上昇し、その後2位にもなっている。2017年11月現在は3位。ブラジルの国内大会は、全国リーグと州リーグ、 ブラジルカップの3つの大会に対別でき、州リーグとその優勝チームによるブラジルカップはカップ戦と位置づけられている。ブラジルサッカーの年間スケジュールは複雑である。年の前半はブラジル全土の州選手権もしくは連邦直轄区選手権が行われる。他、カップ戦であるコッパド・ブラジルが行われる。その上、競合クラブにはリベルタドーレス杯がある。 年の後半にはブラジル全国選手権があり、ビッグクラブにはメルコスの5カ国に20クラブによるコッパメルコスルがある。これらの大会すべてに出場するクラブともなれば、年間100前後の試合をこなすものが出てくるなど、過密日程が問題になっている。そもそも全国選手権だけでなく、終戦試験も行うから、こんな過密日程となってしまうのである。しかし、一般に、 ブラジルのファンは、遠い地域のチームとの対戦よりも、同じ州とりわけ同じ街のチーム同士の対戦を好む。また、州ごとに選手権が行われていることが、ブラジル全土のクラブの選手たちに高いレベルの試合を経験する機会を与え、ひいては、ブラジルサッカーの選手層の厚さを保っている側面がある。それに、もし州選手権を廃止したら地方の小クラブの多くは、 たちまち財政難で消滅してしまうだろう。このため、終戦試験を廃止することは、各州のサッカー連盟が強く反対している。リーグ構成、過去の優勝クラブは、カンピオナーとブラジレイロの候を参照ブラジルの全国、リーグ、カンピオナーとブラジレイロは1971年の、発足ソくらい、毎年大会の運営方法やチーム数が、マイナーチェンジされてきたが、一般的には、 一次リーグは1回戦争あたり上位クラブによる決勝トーナメントは2回戦方式という得意な方式で行われていた。ところが2003年のシーズンから他の国と同じように完全ホームアウェー方式が実施されるようになった。2005年シーズンの場合は22クラブの2回層あたりで順位を決定し決勝トーナメントをしないで勝ち点の多いクラブが優勝。 会の2クラブが2部リーグに陥落するという仕組みであった。クラブ数は2003年と2004年が24クラブだったが、2005年は22クラブ、2006年から20クラブに縮小した。クラブ数を除いて、前年と同じ大会要領で開催されるのは2004年のシーズンが初めてのことだった。現在では、上位の4クラブが原則、南米のクラブチャンピオンを決める。 リベルタドーレス杯に出場する権利を得、会の4クラブが2部に降格する仕組み。1部リーグの拡大傾向このカンピオナーと、ブラジレーロは1980年代初期の頃、地方のクラブにも積極的に参加してもらうことを、ブラジルサッカー連盟が提案したため、実に80を超えるクラブが1部リーグに参加する、拡大路線を進めた。しかし、これに、フラメンゴ サンパウロ FC をはじめとする多くの主力クラブが猛反発し、1979年のリーグ戦では一部のクラブが出場事態、1987年には主力クラブ主催による16クラブのコッパウニオン大会とそれ以外の地方クラブを中心としたブラジルサッカー連盟主催の16チームによる2つの一部リーグが乱立するという事態が起きてしまった。 その後両者が歩み寄りを進めて1988年度、以後は、クラブ数を減らして20クラブ前後による1リーグ制で開催するようになっていった。現在の全国リーグ構成チーム数州リーグは、ブラジルで古くから行われている伝統ある大会で、特に競合ひしめくサンパウロ州とリオデジャネイロ州の州リーグ戦に人気が集まっている。中でもリオ州のフラメンゴとフルミネセ、 サンパウロ州のサンパウロ f c とコリンチャンスの対戦は、全国リーグも含めてナショナルダービーと称される人気カードである。ブラジルには、各27州すべてに、州リーグがあり、この点もブラジルが王国と言われるゆえんである。日本の雑誌などでは、州リーグと全国リーグが直結しているように表現されることがあるが、全く別の大会であり。 それぞれが別個対等の価値を持っている。各州リーグの名称上記の大会とは別に、周辺の州などをまたぐ地域カップ戦も存在する。こちらは現在は、全国カップ戦への出場資格は付与されていないが、2000年から2002年には、この地域カップ戦上位入賞チームによってもう一つの全国カップ戦であるコパドスカンピオンイスという大会があり、上位入賞すれば、 コパリベルタドーレスの出場権が与えられていた。州リーグの予選リーグ終了後、コッパド・ブラジルという大会が行われている。これは、州リーグ戦の前年度の上位クラブの32クラブが、ホームアウェートーナメントで優勝を争うが、強豪チームが南米クラブ選手権に出場し、本戦に出場しないために、リーグ戦ほど盛り上がらないのが現状のようだ。 このコッパド・ブラジルは1959年から1968年にもこれと同じように州リーグの優勝クラブが集結したタッサ・ブラジルと題されたトーナメントを行って優勝を決めていたが当時は全国リーグ戦の組織がなかったため実質的にはこの大会で優勝したチームがブラジルナンバーワンクラブの称号を得ていた。 その後全国リーグの発足で一旦消滅したが1989年から再開されている。議論する際の重要な問題として人種が現れる。個人の社会経済的地位、民族的アイデンティティ、及び家族の背景はスポーツの発展を通じて大きく関与した。トランシルバニア大学の歴史教授であるグレッグ・ボッケッティは著作、美しいゲームの発明。 サッカーと現代ブラジルの創造でサッカーが全国でスポーツを展開する過程で参加者の人種的アイデンティティをどのように取り入れたかを説明した。著者によるとサッカーは社会的及び経済的特権を持つ白人男性のみを支持するヨーロッパのスポーツとしてブラジルで初めて紹介された。ブラジル生まれのスコットランド出身のチャールズ・ミラーは サウサンプトンの寄宿学校に通いながら、スポーツをすることを学び、スポーツ内のこの永続的な階層を擁護し、イギリス駐在員サンパウロアスレチッククラブのメンバーと、ミラーのゲームを担当するブラジル人の知人で構成された。さらに、ミラーのビジョンはサッカーをヨーロッパの基準に従って、ブラジルを改善するための効果的なツールであると考えた。そしてユーロ中心主義と、 社会的排他性によって注入された。とりわけ、サッカーは19世紀後半のブラジルの上流階級であると伝えられている。20世紀初頭を通じて人種的排他性は存在し続けていたが、人種的少数派に対するスポーツの認識に大きな変化があった。バルガス政権の下サッカーは参加者の範囲を拡大した。1930年代に、 ブラジルの前大統領であるゲット・アリバーガスはサッカーがブラジルの人々を単一の民族として統一するための効果的なツールとして役立ったという全国的なナショナリズムを促進する政策を発表した。これによりブラジルの代表チームは海外の国際試合に出場することができた。その間、管理者はチームを彼らの経歴に関係なく 最高の選手で代表するべきだと考えた。こうに認められたゲームの才能でもあった。1936年のジャーナルドススポーツの作家で、あるマリオフィレは、サッカーには人種差別のごくわずかな影すら存在しなかったと述べた。対照的にボッケッティは、除外は1930年代を通じて深く組み込まれていた。 ブラジルのサッカークラブは1930年代から1940年代にかけて参加者の独占性を高めるためにサッカーのアマチュアリズムを確立した裕福なバックグラウンドを持つ特権的な白人管理者によって組織され管理されていたためである。非白人のサッカー選手はより高いレベルのサッカーに参加する機会があったがブラジルのサッカーコミュニティでは依然として 人種差別が深刻な問題であった。ブラジルのサッカーが様々な人種、民族、及び社会的背景を持つ参加者と共に、国有化及び普及したスポーツになる前に、このスポーツは、ブラジルを白人及びコスモポリタンとして宣伝した。重要な政治的人物は、代表的な側面を構築する際に、個人の人種、階級、及び地域を考慮した。ボッケッティは、 人種的ヘラルキーに関してヨーロッパ人は白人ではないサッカー選手を劣っていると認識し人種的マイノリティのサッカーへの参加を肉体労働であり仮想階級の排他的であると考えたと主張する20世紀初頭リオデジャネイロの有名なサッカークラブは白人以外のプレイヤーがリーグトーナメントに参加することを禁止したこの些細なことは非白人のサッカー選手が 本質的に劣っていると描写されている現代、社会全体にわたって続いている。例えば、様々なメディアの報道によると、白人ではない、ブラジル人のサッカー参加者は依然として人種差別を受けている。ネイマールは、後のインタビューで、自ら猿と呼んだコーチやファンとの対立を共有した。同様に、白人ではないサッカー選手はしばしば猿と呼ばれ、人種に基づいて、 アイデンティティを低下させる。さらに、パウリスタクラブのゴールキーパーであるアランハは、観客からの人種差別的虐待の対象になった。ブラジル代表チームの元ゴールキーパーである、ジーダを呼び、マルシオ・シャガス・ダ・シルバもそうだった。2014年、ブラジルのサッカーの試合で12の人種差別事件が報告された。白人ではないサッカー選手にとって、 彼らの社会的特権とサッカーを通じて得られた社事は、彼らが本来の遺産にもかかわらず、人種的流動性を実践することを可能にした。1930年代、サッカーの国有化により、白人以外のサッカー選手が社会的動員を体験できるようになった。しかし、20世紀初頭のブラジルのサッカーの専門家は、豊かなバックグラウンドを持つ個人を厳密に優先した。 したがって、非白人のサッカー選手は、社会経済的地位を上げた後、メンバーが、政治的、社会的、及び経済的に影響を与える、排他的な環境に慣れていた。例えば、アフリカとヨーロッパの伝統を持つブラジルの、サッカー選手であるアーサー・フリーデンライヒは、1910年代に、サッカーのスキルを実証することで、社会的流動性を高めた。しかし、 彼は自分を非白人とは分類しなかったが、ブラジルのエリートによって伝統的に受け入れられた色だったので、むしろ白として識別されることを好んだ。さらにロベルト・カルロス、リバウド、ロナウド、ロナウジーニョ、カカ、ネイマールなどの現代社会で世界的に有名なサッカーのスターは、人種的に黒ではなく白と特定されることを拒否した。これらのプレイヤーの真の意図の問題を追跡してこう。 ことは不可能である。白人以外のサッカー選手が生命のために直面する問題とは異なり、白人のブラジルのサッカーのスターであるかかは、その人種に関して内外の対立がない誠実なクリスチャンで献身的な父親として描かれている。対照的に人種を異なって特徴づける人々は、裏切り者であり、不誠実な人物として描かれている。 ザ・タイムズ・オブ・インディアによると人類学者と社会学者はブラジルの人種的マイノリティが恵まれない環境や開発されていない環境から分離するために上向きに動員される傾向があることを実証するための調査を実施した。これに関連してサッカーのスターは同様のプロセスを示しており自分自身を素人分類することで強力な人物として特定されることを好んだ。例えば アーリオフリー伝来碑について書いたマリオフィルは、ブラジルの黒人は黒人になりたくないと書いたため、多くのブラジル人は、黒人が国を代表するべきだとは思わなかった。ありがとうございます。